アルファー、ケトグルタル酸、またはにオキソグルタル酸は、グルタル酸の誘導体である2種類のケトンのうちの1つである。ケトグルタル酸といえば普通アルファー体を指す。ケトン元の位置が異なる誘導体として、ベータ、ケトグルタル酸があるが、この故障はあまり一般的ではない。アルファー、ケトグルタル酸のアニオンは、生化学の化合物として重要である。アルファー、 ケトグルタル酸アニオンは、グルタミン酸アニオンの脱アミノで作られ、クエン酸回路の中間体となる。アルファ、ケトグルタル酸は、クエン酸回路の重要な中間体であり、オキサロコ白酸から合成された後、スクシニル c o a となる。補充反応では、グルタミン酸のトランスアミノ反応、または、グルタミン酸でヒドロゲナーゼの作用で、アルファ、 ケトグルタル酸を合成して回路に補充する。細胞内で放出された窒素と結合して、窒素による負荷を防ぐ機能もある。アルファ、ケトグルタル酸アニオンは、代謝経路において、窒素の運搬者の一つとして重要であり、アミノ酸の網の元は、トランス網の反応で、アルファ、ケトグルタル酸アニオンと結合し、あるいはアンモニアが、アルファ、ケトグルタル酸アニオンと結合して、 グルタミン酸アニオンとなる。グルタミン酸アニオンは筋肉ではさらにアラニンに脳ではグルタミンに変換され血液によって尿素回路が働いている肝臓に運ばれる。肝臓でアラニンはアルファケトグルタル酸アニオンに網の元を転移してグルタミン酸アニオンとなり窒素は最終的に尿素回路にて代謝される。グルタミン酸作動性神経のシナプスと 周辺グリア細胞との間でやりとされる、グルタミン酸グルタミン回路において、アルファケトグルタル酸は、窒素とともに興奮性神経伝達物質となる、グルタミン酸供給に必要な基質となる。詳細は、EN、グルタメート、グルタミンサイクルを参照。アルファ、ケトグルタル酸アニオンは、ガンマアミノラク酸性合成に関わる。アルファ、ケトグルタル酸アニオンは、 ギャバアミの起点移酵素によるトランスアミの反応でギャバからアミの元を転移され興奮性神経伝達物質であるグルタミン酸アニオンとなる。グルタミン酸アニオンは脱炭酸され抑制性神経伝達物質であるギャバになる。ギャバの代謝では先ほどのギャバ T によって脱アミノが行われ琥珀酸セミアルデヒドを経て琥珀酸になる。 すなわちグルタミン酸アニオン整合性合成とギャバの代謝はギャバ t によって同時に行われる。なおクエン酸回路を一部迂回するような経路と見ることができるのでシャントと呼ばれる。アルファケトグルタル酸は生体内のクエン酸回路における活性酸素種除去を行う。 酸化ストレスに対応するため、アルファケトグルタル酸の酸性や代謝に関わる酵素の代謝速度などが調節され、アルファケトグルタル酸の濃度を保たれる。線中においては、アルファケトグルタル酸の供給源として、ヒスチジンも代謝されて、グルタミン酸経由で、アルファケトグルタル酸となり、濃度が保たれるとの報告がある。アルファケトグルタル酸を線中に、 摂取させると寿命が平均して、およそ50%伸びることが示された。マークインデックス、13スエディション、5320、ソリュビリティオブに、オキソペンタネージックアシッドインノーン、エークイアスソルベンツハットエビ、クエン酸カイロ。福岡大学理学部科学科。2021年11月19日閲覧。ラッセケイバック、アーンシャスボアンドヘルエス。 我がピーターシン、ザ・グルタメート、ギャバ、グルタミンサイクル、アスペクツ・オブ・トランスポート、ニューロ・トランスミッター、ホメオ・スターシス・アンモニア・トランスファー。ジャーナル。オブ・ナー・ケミストリー98、641から653、ドイ、10.1111。 j1471 から4 1 5 9 2 0 0 6 0 3 9 1 3 x h t t p s o n l i n e y d c o m d o 一1 0 1 1 1 1 j 1 4 7 1 4 1 5 9, 9 2 0 0 6 0 3 9 1 3 x f u l l 2 0 2 1年11月19日閲覧 ベアトリー・スパルド、チアゴ・ビー・ロドリーグ、ローラ・コントレーラス、ミゲル・ガルソン、アイリーン・ヨルエンテ・フォルッチ、ケイコ・コバヤシ、タケオリ・サヘキ、セバスチャン・セルダンジョージ・ナ・シトラストギー、ブレイン・グルタミン・シンセシス・リクワイアーズ・ニューロナル、ボーン・アスパルテート。アズ・アミノ・ドネア・フォー・リアル・グルタメート・フォーメーション。ジャーナル・オブ・セレブラル・ブラッド・フローメタボリズム31、90から101、ドイ。 10.1038、JCBFM 10. 10、2010.146、20 https コロンスラッシュスラッシュ www.nature.com スラッシュ JCBFM スラッシュジャーナルスラッシュ V31 スラッシュ N1 スラッシュイメージズスラッシュ JCBFM2010146F4.jpg2021 年11月19日閲覧。ジーゲルグジョブ、アグロノフ BW。 アルバーズ・ RW、エトール、ベーシック・ナー・ケミストリー、モレキュラー、セルラーメディカルアスペクツ。フィラデルフィア、リピン・コット、レーブン、ピアニッシモ、フィグ、16から1、h t t p ススララッッシシュ、w w w n c b i n l m n i h g o v スラッシュ、n b k 2 7 9 7 9 2 0 1 5年3月10日閲覧。 ロバート・ G ・シュールマン、ダグラス・エル・ロスマン、ブレーン・エネルギティクス・ニューロナル・アクティビティ、アプリケーションズ・ツー・フムリー・アンド・メディシン、ジョン・ワイリー・アンド・サンズ。ピアニッシモ、102から103、ドイ、10.1002、0470020520、ISBN9780470847206。 http://online.yli.yli.com スラッシュ book スラッシュ10.1002スラッシュ04700205202015年3月10日閲覧。myu.rj. ベリールと r. ロメア j. etol. ローレンツ m. aid. aid. ザトリカルバキシルアシッドサイクル .an ancient metabolic network with.a. ノベルツイスト プロズ 1-2E690 ドイ10.1371ジャーナルポネ 0000690https 00コロンスラッシュスラッシュジャーナルズドット、.plos.org ドット、スラッシュ plosone スラッシュアーティクル id イコール10.1371ジャーナルポネ00006902021 00年11月19日閲覧 ヨゼフロメアエトール、ヒスチジニーズ、エイソースオブザンチオキシダント、アルファー、ケトグルテレート、インプソイドモナスフローレッセンズチャレンジドバイオキシダーティブ、ストレス。フェムズマイクロバイオロジーレターズ。309,170から 177, ドイ、10.1111。 j1574 から 6968.2010-02034xhttps://online.iry.iry.com/.doy/.10.1111/.j.1574-6968.2010.02034.x/.full2021 l b 年11月19日閲覧 ハイジ・レファード、ライフスパン・ブーステッド・イン・ワームズ・ビア・ダイエタリー・サプリメント・コンパウンド、サイエンティフィック・アメリカン・オンライン、ネイチャー・マガジン、https、www.scientificamerican.com、アーティクル、ライフスパン・ブーステッド・イン・ワームズ・ビア・ダイエタリー・サプリメント・コンパウンド、2021年11月19日、閲覧。 ランダル、エムチンエトール、ザメタボライトアルファケトグルテレート、エクステンズライフスパンバインヒビッティング、ザエティピシンターゼアンド t アール、ネイチャー510、397から401、ドイ、10.1038。 ネイチャー 13264https コロンスラッシュスラッシュ www.ncbi.nlm.nih.gov スラッシュ pmc スラッシュアーティクルズスラッシュ pmc4263271 スラッシュ2021年11月19日閲覧ありがとうございます。